全生物を対象にした、系統樹の例。ヘッケルの系統樹。チャールズ・ダーウィン気筆の系統樹のスケッチ。生物変異説に関するノートに記載。アメリカ自然史博物館所蔵。系統樹とは、生物の進化の道筋を描いた図である。生物同士の類縁関係と、それらの系統発生を表す。樹木のような形になることから、 エルンスト・ヘッケルにより名付けられた。系統樹は分類群を樹脂状の線でつなぐ形で生物の類縁関係を示したものである。進化が認められてからは共通祖先保有関係に準拠して進化に基づく系統を示すものとして描かれた。古生物学の立場からは時代の変遷とその間の進化の経路を示す形で描いたものもある。 ただし、これらにおける枝の描き方は事実ではなく仮説であり、将来的な研究により変化する。現在では、分岐分類学が、より厳密な系統樹の描き方を提示している。共通祖先を有すると考えられる、いろいろな生物種の間の進化的関係を、樹木上に表現した図である。枝分かれは、系統の分岐を示し、枝の長さ、 高さは進化の程度や時間経過を表す。分岐分類学の系統樹では子孫が枝分かれする格濃度が最も近い共通祖先を表し、エッジの長さが進化に要したと見積もられる時間に相当する。系統樹は1840年にエドワード・ヒッチコックが最初に書いた。ダーウィンもイラストを残している。また、エルンスト・ヘッケルは チャールズ・ダーウィンの進化論に感銘し、動物の系統を進化論に基づいて明らかにしようとしたが、反復説に基づくものであった。このような曖昧な形式の系統樹に対して、より正確な系統樹を描く試みもなされた。例えば、個性物学の分野では、個性物のある群の象徴がわかれば、横軸に時間を取り、 その生物の誕生の時点から絶滅の時点までに至る帯を描くことができる。種数の増減は帯の幅で示す。ここでこの群から別の群が分化したと考えられるということがあれば、その時間の点で前者の帯から枝分かれの形で新しい群の帯を描くことができる。これを繰り返せば全体としてはやや樹形に見える系統樹を描ける。 ただし、この場合、樹木のように根本が太く、先へ行くと細くなるような形を取らず、何やら炎のような形になる。より厳格な系統樹を描く方法を提示したのが、分岐分類学である。それまでは、各分類群の特徴を恣意的に取捨しつつ、系統を論じていたのに対して、 様々な形質を選び出し、それらを厳格な手順で比較、類似点を求めつつ、分岐図を書き上げる方法を示した。そこでは、分岐からのエッジの長さは、類似度や、信頼度のような数字で示され、それが進化に要したと見積もられる時間に相当する。さらに分子電学的情報を用いて、分子時計を利用すれば、絶対年代までを示し得る。ただし、 その図はやたらチームの多いトーナメント表のごときものになり直感的な視認性の点では問題がある。そのため一般読者に向けては古典的な曖昧な系統樹もまた需要はある。しかしながら生物の系統に関する理解は21世紀初頭現在かなりの混乱にある。21世紀初頭である現在は 一般向けに分かりやすい系統図を書くにはとても困難な状況にあると言える。系統分類学はいくつもの分野で新しい方法によって旧来の体系の問題を指摘し、しかし新しい知識は完全な代替案を提出できていない。分岐分類学はこれまでの手法では思いつかなかった分類軍艦の類似点を指摘することになる場合も多く、 さらにそれを分子電学的情報が裏打ちする場合もあれば、さらなる見直しを要求する場合もある。有根系統樹の霊無根系統樹の例状記のように、伝統的な大まかな系統樹とは異なり、分岐分類学における、系統樹は、分岐図、ないし、クラドグラムと呼ばれる厳密なものである。ある意味で、分岐分類学は、系統樹を書くための学問とも言える。 ただし、その系統樹は、蒸気のように古典的なものとは大きく、重むきを意味する。表現形式は有根系統樹と無根系統樹に分けられる。逆に、無根系統樹の対象とした生物に、それらとかけ離れていることが明らかな生物種を加えて、比較することで、有根系統樹が得られる。系統樹の作成には、主に3つの方法がある。 垂直方向と水平方向の遺伝子の水平電波を考慮した系統樹変動ゲノムワイドパターンから求められる51集団の遺伝的系統樹。これは集団の分岐の歴史を反映しているわけではない。今日の進化的知見に基づく系統樹作成の問題の一つが細胞内共生説である。つまり葉緑体やミトコンドリアが独立生物起源であり、 独自のゲノムを持つことが分かったことである。これまでの進化論では、生物進化は種文化の積み重ねと考えられてきた。したがって、その系統を図示すれば、樹状になるのは当然と考えられてきた。しかし、共生によって二つあるいは三つの生物が一つにまとまるとすれば、この根拠は崩れる。ただし、当初は、この共生は、 心核細胞形成段階の一回きりのものとみなされ、それ以外の部分での変更はなかった。むしろ、葉緑体やミトコンドリアの系統を明らかにすることで、新たな展開が明けた部分がある。しかし、その後、強制がさらに何度も独立に起こったらしいことが知られるようになった。しかも細胞内強制を行った。心核細胞が細胞内に強制している例など、 大変に入り組んだことが起こっているのが分かってきた。個々の部分では、とにかく、これによって、原生生物全体の系統樹は、非常に描きにくいものとなった。さらには、遺伝子の水平電波も、最近などでは普遍的に起こっていることが、明らかになり、これを厳密に考慮すれば、系統、樹ではなく、鼻だ複雑なネットワークとなってしまう。ヘッケルの描いた。 系統樹は、紅葉樹の大木のようだった。太い幹は何度か枝分かれしつつも、上に向かって伸びていた。ジャンバティストラマルクがもし系統樹を描いていれば、多分針葉樹のようなものを描いたであろう。ホイッタカーの系統樹は、根元で枝分かれした幹木の形であった。現在では、生物進化が、本質的に枝分かれだけで、表現できないことを踏まえ、 車輪ュ法という系統樹表現法も提唱されている。また類似の問題として、同一種内の亜種や人類集団のように互いに、混合が生うじる集団の場合、従来の枝分かれのみの系統樹では近縁度のみを示すだけで、複雑な分岐、混合を経た歴史を表すことはできない。系統樹上で、姉妹関係と出た二つの集団が、 1. 1純粋に共通集団から分岐した後にた集団と全く混合していないか。2. 別ツールの集団の双方に共通の集団が混合したため見かけ上の姉妹関係のように表されているかは全く判別できない。右の系統樹のように人類集団の混合を無視して単一祖先からの分岐のみで説明しようすることは実態を反映していない。 単一祖先からの分岐のみを仮定する、系統樹は生殖隔離が成立している主観の、系統のみで適用可能であり、生殖隔離が成立していない種内の集団については、個体レベルでは、系統樹を描くことは、原理的に不可能である。イラン語派の系統樹生物学以外にも、比較言語学において、語族や語派内の言語の系統樹を作成する試みが、行われている。 アウグスト・シュライハーの系統樹説以来、言語間の禁煙関係を探り、その歴史を探るため左官に試みられている。言語は、言語接触による、混合言語の生成や、方言連続体により、単一の祖先からの分岐では説明できない場合も多いため、ネットワーク系統樹が有効な場合がある。また、山中のヒロが、系統樹的な考え方というのは、 いろいろな分野でパラレルにやってきているんですね。言語学もやってきたし、写本系統学もやってきた。あるいは、建築様式の進化でも、社会、政治の進化でも、それぞれの分野で同じようなことを考えながら、それで、それぞれの分野のオブジェクト、つまり、言語なり写本なり、 建築様式、文化構築とかですね、そういうものの進化を考えてきたんですけど、そろそろ、相互の乗り入れを考えた方がいいだろうとと、述べているように、言語学以外の分野においても、系統樹が用いられている。頭中の生物群のうち、CPR、ドパン、アスガルドは培養されておらず、メタゲノミクスによるハット ABEO ワ d DR ブルックス、 D.C. ゲルカウジー V.A. ファンク系統分類学入門宮正樹役文一総合出版1993年6から8ページ。ISBN 978から48億2993万168。P. レーブン G. ジョンソン J. ロソス S. シンガーレーブンジョンソン生物学場売風館2006年4月10日。 14ページ。ISBN 978から45億6307万7969。斉藤澄夫、田口義久、西村義村、明解言語学辞典賛成堂、P62、第5回文系理系の壁を越えた、新しい科学がやってくる。natgeo.nikkeibp.co.jp 2019年9月10日閲覧、ありがとうございます。